いやー、やっぱりね、冬こそアイスですよ。これ本当なんで、こんな寒いやな。この冬ってこんなに寒かったかな。まあまあ、いつも例年よりも寒いような気がします。でも、この冬こそ、あったかいところでアイス食べるっていうのが、まあ、一つの贅沢なんじゃないかなと思うんですけども、じゃん。ベリジュ、いちごがこう輪切りになって入ってるんで、見た目で美味しそうだったので買ってきました。特にとりわけ、すごい目新しいもんじゃないかもしれません。ただ、セブンイレブンの冷凍庫にひょって乗ってたんで、美味しそうなんで買ってきたんですが、なんて言ってもここ、センタンさんなんですよね。センタンのアイスキャンデーっていうのはね、こういう長いのあるんですよ。これぐらいかな？これぐらいの袋に入った白いの。あのアイスキャンデーが、センタンシリーズは美味しいんですよ、このセンタンさん。このバニラ、美味しいんじゃないかと。買ってきました。はい。こんな感じでございます。ほら、輪切りのいちご。ただ、すごいと思いつつも、裏は真っ白でございます。なんかそれ嘘をつかれたみたいなね、なんか、ものすごい、これもしかしたら薄いかもわかんない。こんなんかもわからないね。それでは食べてみたらね、わかると思います。いただきます。あ、でもバニラ美味しい。すごい。濃厚な。アイスキャンディーの、夏のアイスキャンディーに近いバニラ。センターのバニラ好きなんですよ。今、掘削中でございます。歯で。ガブって噛めばええのにね。ね、今ここまで来たんですが、ガブって、いちごごと噛んだらさ、いちごの断面になるかわかんのにね。なんで今歯で掘削したら、ガーって掘削したんだろうね。あ、バカですね。いちごはこんな感じでございました。ここがバニラ。いちごは、まあまあ薄いっちゃ薄いですね。ただ、あまりゴツゴツすると、この棒にね、棒アイスなんでね、棒にひっつかないんで、まあこれぐらいで妥当じゃないかなと。確かに。ただ、このいちごがシャリシャリして美味しいんですよ、これ。やっぱりセンタンさん美味しいですね。うん。安定のセンタンさんバニラ。ベリジュ。ということで、今日はセンタンさんのベリジュバニラでございました。さよなら。